本撮りにしたかったけど。入れてもいいかなと思ったんだけど、材料紹介に入れ忘れちゃったからやめといた。はーい、ゴーゴーです。今日はラムドンパート2をお送りします。前回失敗したからね、今回ガラッと洋風に変えてみましょう。材料紹介です。ラム、トマト、ブラックペッパー、クミンシード、ゴーゴソルト、オリーブオイル、ニンニクです。クミンシード入れました。これから加熱して天パリに除いた油にクミンシードの香りを移していきます。
キチョク。ジャム。今日の飲み物は豆乳焼き。豆乳焼き芋。じゃあ行ってみよう。さあ、ラムドンパート2、この間まずかったもんね、うん、今日はどうでしょう。もう全く味変えました。本当は丼ぶりにしたかったけど、うまいだろう。今回ちょっとね、スパイスもいろいろ使ってみて、もう和風はダメだと思ったからトマトにしました。合うでしょ、フレッシュトマトの甘みと酸味がいい感じで、うん、肉も柔らかい。なんぼでも食える。なあ、さんざんさ、まずいラム丼食ってから絶対食いたくねえって言ったけど、今度はよかったろ。うん、もうさ、ハマった。うん、じゃあまた作ってやるよ。うん、これだ。全く違う味になったけど、生かしてるだろ。カレー風。あ、そう、クミンシード、シードって種な。クミンの種をちょっとこう香り出させてると、ほんのりカレーっぽい香りになるよね。またブラックペッパーか。もう大丈夫だな。もう大丈夫だ、さすがに大丈夫だ。本当はちょっと唐辛子入れてもいいかなと思ったんだけど、材料紹介に入れ忘れちゃったからやめといた。ガチョクネジ。うん。でも今日一人分しか作ってないから、坊ちゃんでなくなっちゃうよ。ちょっとお裾分けする？全部か。全部食っちゃう。じゃあまた作ってあげるよ。どこで売ってんの？何が？ラム肉？うん、ラム肉はトップ、うん、今回脂肪少ないところを選んできて、多分匂い少ないと思うんだ。お知らせです。期末と期末と修学旅行があるため、しばらく休みます。じゃあ体力つけとこうね、うん、父さんだな。ん？父さん。父さん？父さん。父さん、あ、父さんもう出しちゃったじゃん。うん、じゃあねー、バイバーイ。